こっち？ここだ。はい。来た。よし。決戦かな？さあ、これで歯車が閉じまして。どうだろうね。どんぐらいかかったかな？ 30 分ぐらいかな？結構、道中バッサバッサカットすると思うんで。あれですけど。なんだなんだなんだ、何か出た、空中戦なの、まさか、なに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 、どうなんのどうなんの、いいよ行こう、なんでリンクも飛べてるの、なんで逆にリンクも飛べてるんだよ、パラセールだし、なんか出たー、なんじゃこいつー、キモー、フリーザゲイラー、フリザゲイラ、そうなんだ、絶対に許さない、やるしかねえ、なになになに、何したらいいの、何したらいいの、まず何したらいいの、リンク飛ばされないように気をつけて、何したらいい、とりあえず何したらいいの、とりあえずこんにちは、真正面からこんにちは、あいつ攻撃が全然効いてない、効いてないよね、えいとー、なになに、どこに行くんだろう、どこに行くんだよ、なんだよこれ、どうしたらいいんだよ、うーちょ、下だ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 、ここに何かあるよ、遠すぎて遠すぎて当たらない、届いてないよ、でもなんかでも、うん、なんか弱点っぽいとこ見つけたぞ、お腹の下か、ぽいなぽいな、無理くり狙う、あ、やばそうだ、割れたよ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 、ちょっと待ってちょっと待って、コントローラーねじれる、ちょっと待って、ちょっとコントローラーねじれる、届かん、しょー、なんで、何が効いたの、何が効いたの、あー当たった、もう壊れた、おー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 、下か下か、ちょ下から来る、痛い、ちょ回復回復回復、近づけ近づけ、じわじわ近づけ、いける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 、ここ、はいはい、もう一丁、はい、よーし、いった、よし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 、1段階目突破、いいんじゃない、まだありそうですよ、でも体力半分ぐらいあったよね、ね、だよねだよねさあ、こっからが真の姿、復活してきた、ああ、お腹も復活してるし、トゲトゲも復活してるし、なんかトルネードみたいなもなっちゃったし、どうしたらいいんだよこれ、ひとたまりもないね、ちょっと待って、ちょ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 、一回避けたい避けたい避けたいけど、真下を常に旋回してやがる、はい、うわー、あ、ちょっと無理、遠い、ちょっとどこ、ちょ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 、ちょ、怖い、見えない、怖い、わからない、何、ちょ、行ってって、ちょ、近づいてねえんだよ、近づいてくるんだよ、向こうが、はっ、1、2、もう一丁、3、よし、 OK、 まず1個ちょ回復、ここ、1、2、この弓遅い、引くの、3、よし、 OK、 あと1つ、どこ、うー、あ、どこ行った、下から来るぞ、下から来るぞ、上から、どこ、何これ、でかい、あー、え、どこ、何、こんにちは、すごいカメラワーク、すごいカメラワーク、すごいカメラワーク、ちょっと待って、
ちょっと待って、ちょっと待って、どうなってんの。ここ、はい、1位、届いてない。竜巻どうやって避けたらいいんだよ、これ。どうやって避けたらいいんだよ。避けたらいいとかわかんねえから先に撃っちまえ、マジで。はい、よーし、来た。倒したんじゃね、これは。いったでしょ、いったいったいった、よし、よーし。腕ねじれるかと思った、マジで。マジでジャイログワングワンになって、ごめんなさい、ちょっとカメラワークとかでめちゃくちゃみんな気持ち悪くなってたらごめんね。ちょっとめっちゃそんなこと意識してる余裕なかった。よーし、行ったか、やったか、やったな。よし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 、ちょ、手首ねじれるわ、マジで。ナイス、いやー、晴れたー。やっぱ晴れるのが一番いいですね。はい、そしてハートの器も落ちてきました。よーし、これで一つ目突破かな。氷も溶けてきましたね、春の訪れ。まあ最近暑くなってきましたからね、暑くなりすぎる前に皆さんね、しっかり体調整えてね。あ、勾玉もあるわね、しっかり体慣らしていきましょう。おじいちゃんみたいなこと言っちゃった。よーし、ハートの器ゲットだぜ。ピコン、あ、ね、よし、これでようやく6つ目かな。はい、チューリ君。あ、そう、これ結局ね、これも集めていく感じなのかな、今作は。ん、お、おお、かわいい。とりあえず触ってみる、冒険心。子孫よ、あ、我が血を継ぐ者チューリよ。あ、血を継いでるの。さっきからずっとオイラたちに話しかけてきてた人。話しかけてきてた人、なんか不審者みたいな。そなたの遥か遠い祖先。あ、そうなんだ、昔の話なんだ。使えたリト族の戦士にして風を司る賢者なり。なんでそんな変なお面かぶってんですか。風を自在に操るそなたの戦いぶり見事であった。さすがは我が子孫リトの誇りだ。いや、なんでお面の方が気になっちゃって仕方ないんですけど。村を覆った吹雪の元凶であり、魔王によって差し向けられた魔物。あと、すごい鼻につく喋り方相変わらずしますよね。秘跡がそなたの手に渡るのを防ぐことだった。ほう、魔王、秘跡？秘跡っていうのね。そなたにとっては戸惑うことも多かろう。だからまず知ってほしいのだ。封印戦争と呼ばれる戦い、そして我が一族の使命を。いや、お面外さんのかい。それは今よりはるか遠き過去の敵。あ、まだあるのね。この地にハイラル王国が樹立され守る。ちゃんと話聞きましょう。罪なき人々を襲い、その国を滅ぼさんとする凶悪が現れた。それこそが魔王。魔王だが、それに対抗すべく初代ハイラル国王ラウルと6人の戦士が立ち上がった。おう、ラウルは魔王と戦うための術としてあるものを我らに渡した。ほう、それが秘跡。持つ者の力を倍化させる秘宝だ。へえ。我もその一人、風の賢者として秘跡を携え戦いに臨んだ。しかし奴は強大であった。強いよね。翼を持ってして隙をつけぬ速さ、無尽蔵の魔力。ついに国王ラウルは魔王を倒すことはできないと悟り、己を犠牲にして封印することで戦いを終わらせる選択をしたのだ。なんか大体自分犠牲にするよね。これが封印戦争。なんかゼルダって大体自分犠牲にするよね。そんなことない。我々は生き残り、そのしばらくの後
ある人物が我が元を訪れ、リト族の使命を決定づけた。あら、姫じゃないですか。6人の賢者が1人、時の賢者だ。時の賢者なんですね。魔王の封印はいずれ解け復活します。その時、剣士リンクには対抗する力が必要です。どうか力を、風を司るリト族の力を貸してください。我らになすべきことが定まった瞬間だった。うーん、魔王討伐は我らの宿願。我がリトの一族は魔王復活の時、再び風の賢者として目覚め、剣士リンクと共に戦うことを誓おう。ちゃんとあれだろうね、そういう筒の中で収録したんだろうね、音がね。めたいこと言う、ごめんなさい、すいません。これが封印戦争のすべてと我が一族の使命。そなたらの活躍でリトの村は救われた。おお、よかった。魔王復活は近い。うん、我が子孫チューリオ、どうかこの秘跡を継承し、我が時の賢者と交わした約束、剣士リンクと共に戦う誓いを果たしてほしい。おお、熱いね。継承されていくのね、こうやって。オイラの使命？おお、使命だって。すっげえ、すっごく嬉しいよ。もうよかったな、ご先祖様から大事な使命を託してもらえて。しかもそれがリンクと一緒に戦うことだなんて。よかったじゃん、やろうぜ、頑張ろうぜ。放っておいたら世界は大変なことになっちゃうんでしょ。おお、そうみたい。そんなことはさせない。オイラ喜んでこの秘跡を受け継ぐよ。いいね、熱いね、熱い、いい男や、男の中の男や。お、足についた、勝手についた。おお、ミサンガみたい。オイラは風の賢者、見てこれが賢者の力だよ。おおおおお、何、ダミー強くなったの、どういうこと、2段階。え、リンク、あ、でかくなった、でかくなった、あれでかくなった、何それ、は、ええ、2倍ってそれ何なの、体積が2、あ、戻った。え、チューリの名において、君と共に戦うことを誓うよ。体積が2倍とかそういう話じゃなくて、いやでもでかくなってますよね。いや違う、リンクがちっちゃくなってる、ワンちゃん。それがその証だ。はいはい、受け取ります。グッ、あ、これもしかしてチューリーいなくても使えるようになるとかそういうこと。おー、いいね。薬指ですか、いや人差し指だな、あ、いや薬指だな。あ、なるほどね、そういうことになるんですね。だからダミーなのね。その指輪でオイラの力はいつでもリンクと一緒だからね。わかった。よーし、裏に帰って父ちゃんたちに報告だ。よし、帰るぞ。まだでも吹雪いてるよ、まだ。一方その頃、テバは、あ、でも吹雪が止んだ。そんな急激に溶けないでしょ、雪。何度だよ、80度ぐらいだろ、そんなに溶けんの、いっぺんに。熱すぎるわ、日本の真夏でもここまで早く雪溶けねえって。
あーいい、いやーようやくなんかこの辺の景色がね綺麗に見えてね、あのハート型の岩とかね、そう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 、いやーいやようやくなんかこの辺楽しめそう。うん、やっぱ景色をね楽しんでいくのもこのまあ、ブレワイとティアキンのね楽しみの一つだと思うんでね、まあ、ずーっと吹雪いてたからなこのスーパーと。 お前たちやったなハーツ。うん、リンクと力を合わせたからできたんだ。おー、うん、大したものだな。それにしてもわらべ歌のアマノトリ船が本当にあったなんて。そうそうなんで、あったんだよ本当に。おいらもびっくりしちゃったよ、天の鳥船。もう多分言わなくていいでしょこれ今後。あ、あ、あ、よくやったぞチューリー。え、父ちゃんの弓ずっと大事にしてたのにおいらに、うん、お前が一人前の戦士になったらやるつもりだったんだ。認められた、一人前になれた。ちょっと泣いてる、ちょっとうるうるしてる。かわいい父ちゃん、ありがとう。この弓にふさわしい戦士になってみせるよ。うん、その息だチューリー。そしてゆくゆくは手羽を継ぐんだぞ、族長としてな。でもリンク、ご先祖様が見てくれた光景の女の人、ゼルダ姫様にそっくりだったよね。ひょっとして本物の姫様だったのかな、まあ、ってことにしとく。でもあれはずっと昔の出来事なんだし、うん、わからないことだらけだよ。よし、この前天の鳥船で見た人影も気になるし、オイラはこの辺、この辺りを徹底的に探してみるよ。次に会う時までに必ずゼルダ姫様の情報を掴んでおくから、絶対にまた会いに来て。うん、リンクとオイラは賢者の力でいつでも一緒だからね。やればできるみたいな。やっだ、風の賢者チューリとの盟約。これでチューリの能力がどこでもいつでも使えるようになったってことかな。はい、やった、よーし。お、じゃあちょっとまたこっから次の町へ進んでいく感じになるのかな。はい、あ、なんかあるな。やあリンク、おかげでリトの村に元の暮らしが戻りつつあるよ。ゼルダ姫様のことはオイラが調べてるから、何か分かったらすぐに知らせるね。そうそう、姫様の行方とは関係ないと思うんだけどさ、この前ハーツのお手伝いで古い文献の整理を頼まれててね、たまたま開いた文献の中にこんなことが書いてあったんだ。クムミンフラゼカワミミワカゼラン、むく、わかんない。宮間が抱く三つの人を、その中心に秘宝は眠る。ほう。三つの湯の導き、かの地満ちるとき、眠れる秘宝を目を覚まさん。これって宝物の隠し場所を示してる暗号だよね。人といえばリトの村の北西にあるクムの人にはたまに行くんだけどさ、浴びてるだけでみるみる傷が癒えるし、寒さもしのげて最高なんだ。でも他はどこにあったっけな。ヘブラ山は広いから探すとなると大変だ。え、ヘブラに温泉って1個しかなくなかったですか。その今言ってたところあったっけ。他に眠れる秘宝一体どこにあるんだろう。お、深山の秘湯に眠る秘宝、うん、で手羽さんもなんかついてたな今。一人前になった息子に大足の弓を譲るのは俺にとってももちろん嬉しいことなんだが、おかげで長い間愛用してきた自分の弓がなくなっちまったわけだ。じゃあそうだな、族長が丸腰っていうのもかっこつかないから同じ弓でも新調しようかと思ってる。あ、そういいじゃないですか。チューリーに渡した弓は長く使い込まれていいしなりが出てるから傑作なんだが、それに枕くらいの立派な弓を俺の手で作り出すつもりだ。新しいのあげたらいいんじゃないの逆に。うん、そうだ、大鷲の弓が欲しかったら、お前の分もついでに作ってやろうか。あ、欲しい欲しい、めっちゃ強いからそれ。必要なのはツバメの弓と薪の束が5個、それとダイヤモンド 3! ダイヤモンド 3! コストえぐ、マジ材料を集めるの大変かもしれないが、揃えて持ってくれれば作ってやるぞ。いやー、ダイヤモンド3って相当えぐいぞ。だいぶ後半だぞそれ。
動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタン、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。だいぶティアキンの湿気をやってきましたが、そろそろ落ち着いてきた感じがしますので、近々ソリティバとスプラトゥーン3の、実況動画再開できたらなと思っております。どっちもね近々アップであるだろうしね。あったかくして寝ろよ。